ようございます、こんにちは、こんばんは。7月6日土曜日、2024年7月6日土曜日、久しぶりに、初見の練習の、動画を配信し、収録しようと思っております。ちょっとね、今日夕方東京大雨が降って雷も結構すごかったのでちょっと大変だったんですけど、これが配信されるのはきっと、9月終わりか10月になると思うので、もうその頃配信される頃にはもう皆さん忘れちゃってるかななんていう感じですけども、明日は東京都知事選というね、感じで、ちょっとなんか世間がざわついてるんですけど、今回の選挙戦、私の地域はあんまりこう選挙カーが回ってこなくてですね、ちょっと不思議な感じがしております。で、すでに、もういくつか配信されてるんですけど、このタブレットを使って電子楽譜で、最近は楽譜を見ているんですけれども、初見の時は、この生の楽譜を使っていきたいと思います。で、前回ツェルニーのどっちだったかな、第一家庭練習曲の方がキリのいい番号までいったように思いますので、今日からは、このプレインベンションを使っていきたいと。で、このプレインベンションと、ツェルニー第一家庭練習曲、それから110番、それに加えてちょっとね、初学者用のテキストをいくつか、うちにあったのを掘り出して、見て、それを初見の練習に使っていこうかなというふうに思っているのと、こちら、これもうちにある限りやっていこうかなと思うんですけど、ピアノ演奏グレード A コース8級初見練習問題、これ、多分ね7級とか9級とかもあるんじゃないかなと思うので、見つけ次第それもやっていきたいなと思います。いつもツェルニーの方からやるんですけど、今日で言うとプレインベンションからやるんですけど、ちょっと、今回からこの初見練習問題の方をやっていこうかなと、そっちから進めようかなと思っております。で、前回ね多分3番4番をやったと思うんです。ちょっと久しぶりなのでどこまでやったか忘れちゃったんですけど、なので今日は、5番6番を、やっていきたいと思います。楽譜はあんまり映さない方がいいかな、これ多分著作権あると思うんですよね。なので楽譜はちょっと出しませんけど、5番がゲードゥアー8小節うーんで、1度4度続七ですかね、はい、4分の4拍子です。で、まあ2部形式って言うんですかね、一応ね、はい、そんな感じでしょうか。テンポの指示はありませんが、モデラートぐらいがいいかなと思います。で、スラが1小節単位で、最初の2小節で、次の2小節が2小節単位で、になっています。で、AB でいう B の部分は、最初の2小節が1小節単位で、最後の2小節はスラーなしで、和音、左手の和音は、最初何もなくって、B のところから単旋律になるんですけど、単旋律と最後和音になるんですけど、2小節と1拍がスラーでかかっていて、あと、最後の終始のところがスラーがかかっているというところですかね。はい、右手トーン記号、左手平音記号、4分の4拍子のゲードゥアーです。行ってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。音は合ってました、リズムも合ってました。ただ B のところの作り、あとね、和音の連結もちょっと上手くなかったですね、ただそれはちょっとまあ置いといて、 B のところここまで一つでいきたいですね。
いいですかね。なんかそんな気がしました。ジストニア的にはね、ちゃんと鍵盤から指離れないで行ってたと思います。で、次に弾く音を触れてから押して押すっていうか、こう打鍵してたような気がするので良かったかなと思います。すいませんね、なんかちょっと今日暑くて、ちょっと汗拭きながらで申し訳ないです。では、6番いってみます。6番もゲーデュアーで今度は4分の3拍子です。で8小節、これも AB で考えていいのかな、はい。左手が、上行音形で最初の4小節クレッシェンドで、B の部分は、2小節と1拍、それと最後の終止でスラーがかかっています。右手は、最初の1小節、がスラーになっていて、次2小節目から4小節目にかけてスラーになっています。で、スタッカートじゃないんですけども、まあちょっと B の四分音符2つはちょっとクリアに弾きたいかなと思います。で、最後終始のところは、スラーになっています。行ってみたいと思います。使ってるものね、1とこれ属七かな、1度と属七だけかな、ちょっとここどうかな、まあ多分そんな感じだと思います。はい、行ってみます。ワン、ツー、スリー。初見として音は合ってるしリズムも合ってました。僕がちょっとはっきりクリアに弾きたいって言ったこのくらいで弾ければいいかな。もう一回ちょっと弾いてみましょう。もう初見の練習じゃないですね、初見ではないですけど。ワン、ツー、スリー。そうそうそう、ここのスラーができてなかったんですよね。そう、最後ちょっとやっぱりリタールダンドしたくなりますっていうところと、ティーラララリラリララララ、このラシドシラ。移動だとレミファミレ、ここはなんかこうレミファミレ落ち着く感じが欲しいなと思いました。では、ちょっとねプレインベンションまだ譜面見てないので本当にどんな感じか、ゼロニーとかはなんとなく想像つくんですよ、こんな感じって。でもプレインベンションね、実は全く想像つかないのでドキドキしています。これ1曲から順番にやっていきます。で、全曲通してやるのではなく、ぶっ通しでやるのではなくって、途中、ゼルに100番とかに戻ったり、第一家庭練習曲に戻ったり他の教材入れたりしながらやっていきたいかなと思います。で、フーガ、お、初見でフーガ弾くんですか。ローウェイっていう作曲家さんですか。私ちょっとあんまり知らないですね。なんか解説とかないんですかね。あ、ありました、ありました。あ、ローリー、ローリー、あ、ローリーですね。はいはいはい、ローリーですね。ちょっとね、目が悪いので、はい、イギリスの作曲家さんだそうです。1892年からの方だそうで、1958年までの方です。あ、演奏活動されてた方なんですね。なるほど、そこぐらいまでにしておきましょう。あんまり読んじゃうとね初見にならなくなっちゃうので、あの曲の解説とかももしかしたらあるかもしれないので。では行ってみます。4分の4拍子モデラート、これ小節数書いてないけど2、4、6、8、2、4、6、8、19小節、
なんか半端ですね。私数え間違えたかな。で、フォルテ。で、まあ、フーガンなので当然追いかけっこにはなってます。ちょっと行ってみましょうか。ちょっとね、私まだ、フーガの分析とかってまだやり方がどんな風にしていいかちょっとまだよく分かってない。なんとなく分かるんですけど、なんとなくしか分かっていないので、ちょっと行ってみたいと思います。小フーガですね。小フーガです。行ってみます。あ、両方ともと音記号です。ワン、ツー、スリー、フォー。間違えてましたね。やっぱりフーガなんて、こんなちっちゃなフーガでも、初見で弾くっていうのは私にはすごく難題です。次、とテーマが出てきて、その次、と出てきて、ハンコですね。は、最初のテーマの、ハンコだと思います、多分。これもそうですね。このテーマが少し意識できたらいいのかなと思います。もう一回だけ言ってみましょう。
レル担当なので多分最後切っていいと思います。はい、あ、なるほど、正し書き一番下のね、正し書きにスラーはテーマを示すってちゃんと書いてありました。はい、だそうです。そう考えると僕が見ていた、さっきテーマがこれがテーマかなって言ったの当たってましたね。え、ハモるところ、お互いに違うことをやってきていて3度でハモるっていうところはしっかりなんか意識できたらいいかななんて思いました。では、今日の初見の練習はここまでにして、次回プレインベンションは2番、こちら初見練習問題は7番8番かな多分になると思います。本日もご清聴ありがとう、ありがとうございました。今日はジストニア関連は全くなかったですね。はい、本日はこれにて終了します。また次回お楽しみに。